はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力を語るので紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、最新版日産ルークスでございます。でこのルークスも先日ビッグマイナーチェンジが発表されたわけなんですけど、全体の印象がガラッと変わって、さらに魅力的な軽スーパーハイアットワゴンになっているということになっております。見ていきたいと思います。まずルークスの概要が紹介されております。家族全員で楽しめる軽ワゴンということになっておりまして、安全評価も高いものとなっておりまして、5スター賞を受賞しているということが紹介されております。次のページでは各項目が紹介されております。そしてプロファイルについてが紹介されております。全車速追従機能付きのクルーズコントロールなどが採用されて、高速道路や自動車専用道路などを利用したロングドライブも快適にこなせるという感じになっております。そして車内空間が紹介されております。室内高も高いですし、後部座席の空間も広々ということで、ゆったりと過ごすことができる空間という感じになっております。そしてラゲッジも広々ということで、必要な荷物を効率よく積み込むことができるようになっております。そして後部座席ロングスライドをすることができますし、シートアレンジも多彩に行えるということで、効率よく使いこなすことができる設計ということになっております。そしてストライドドア開口部も広く取られているということで、乗り降りや荷物の積み下ろしも楽に行えるということになっておりますし、グレード別でプラズマクラスター搭載のリアシーリングファン、そしてリアのロールサンシェード、そして撥水加工のシートなどが採用された快適パックも設定されるということになっております。そしてハンズフリーオートストライドドアがグレード別で採用されているということで、両端が塞がった状態でもスムーズに車に乗り込むことができる機構が採用されております。そしてオートステップもオプションで用意されているということになっております。そしてロングドライブでも快適に過ごせるシートの設計が採用されておりますし、ステアリングヒーターもグレード別で設定されております。そしてメーターも視認センシングレター設計になっておりますし、メーター中央部ドライブアシストディスプレイが採用されるということで、車両の状況などを細かく把握することができるようになっております。そしてフロントシート周りの収納についてが紹介されております。収納も豊富に採用されているということで、効率よく使いこなすことができるようになっております。それにステアリングやシートには抗菌仕様のものが採用されるということになっております。そして運転のしやすさなどが紹介されております。グレード別でインテリジェントアランドビューモニターに対応しているということで、駐車も楽に行えますし、視覚も補助してくれるということになっております。そしてメーカーオプションでリアカメラの映像をそのままルームミラーに映してくれるインテリジェントルームミラーの機能が採用されております。そして運転席からの見晴らしもいいですし、フロント周りスーパー UVIR カットガラスが採用されるということになっております。そして安全サポート機能が紹介されております。歩行者検知にも対応しているインテリジェントエマージェンシーブレーキが採用されておりますし、前後方向の踏み間違い防止アシストの機能も採用されております。さらに2台前の走行車両を検知して注意を促してくれる機能も採用されておりますし、 SOS コールシステムも採用されるということになっております。そしてエアバッグも車内全体を積み込むようにレイアウトされるということになっております。そしてグレード別でアダプティブ LED ヘッドライトシステムが採用されるということで、先行車対向車への減圧を防止しながら視界を確保してくれるということにもなっております。それに車線逸脱抑制機能やふらつき警報機能も採用されておりますし、ドリフト視も認識してドライバーに注意を促してくれるようにもなっております。そしてヒルスタートアシストも採用されるということになっております。そして走行性能についてが紹介されております。全車スマートシンプルハイブリッドの機能が採用されております。さらにブレーキ LST が採用されているということで、滑りやすい路面などでも安定した走行ができるということになっております。そしてロングモデルにはフルタイム予約が設定されるということになりますし、車内の静粛性もしっかり設計されているということになります。そして新世代のエンジンが採用されておりまして、 N8 ターボモデルで設定されるということになっております。そして衝突安全ボディが採用されますし、ボディフォルト部歩行者障害軽減ボディ構造が採用されるということになっております。それに ABS や EBD、そして VDC も採用されるということで、常に安全した走行ができるということになっております。そしてディーラーオプションのアイテム装着モデルが紹介されております。そして寝室やアスワーサービスなどについては紹介されております。そしてボディカラーも豊富にラインナップされるということになっております。このような感じになっております。そしてグレードが紹介されております。ハイウェイスターグレードですと G ターボと X でラインナップされております。それぞれプロパイロットエディションも設定されておりますし、2区4区で設定されるということになっております。そして標準モデルですと X グレードと S グレードで設定されております。 X グレードにはターボモデルも設定されております。こちらも2区4区で設定されております。そしてグレード別の装備の100などが紹介されております。このような感じになっております。そしてメーカーオプションについてが紹介されております。
さらにディーラーオプションについては紹介されまして、副車両も紹介されております。そして主要装備チャンピオンが紹介されております。このような感じになっております。次のページでも主要装備チャンピオンが紹介されております。このような感じになっております。そして主要助言書が紹介されております。このようになりまして、車体の寸法図なども紹介されております。そしてアーバンクロムが紹介されております。専用装備が採用されている特別使用車ということになっております。専用の防水シートや専用アルミホイールなどが採用されております。ボディカラーや主要助言このようになっております。ご了承し、このような感じになっております。ということで、今回は最新版日産ルークスについて紹介しました。カタログの内容と話の内容、異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き嬉しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。 Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。